マルキリー大丈夫だ。反応がなくなってから様子がおかしいぞ。気にするな。ならいいんだが、それにしても基礎は勝利のことに熱せよ。これは救済だ。恐れることはない。我が使命により貴様らを浄化する。安らかに散るがいい。ライトニングボルト鮮やか。まずはご自分の体調を最優先にお考えください。王子に万が一のことがあれば民衆も混乱します。お前の言う通りだ。養生を心がけよう。神の神殿。
歯向かうなら排除するのに。貴様らを浄化する。召喚の王子歪みした魂を今解き放たん。次に備えねばな。我が使命により貴様らを浄化する。死ぬ気を失う。
救済を遂げるまで私は止めない。クソ、また失敗か。何度しくじるわ気が済むのだ私は。来ないでください。炎、私に構わないでください。魂よ、今ここあなたを。これ以上近づくな。これはこれは、見つかってしまいましたか。サイファよ、この世界は今滅亡に瀕している。我が手を取り、エインフェリアとなれ。そのお話でしたらお断りしたはずです。わからない、なぜ拒む。私は神の戦士の器ではありません。生来体が弱く、戦う力もない。私にできることは金勘定だけ。それすら肝心な時に役立てることができなかった。なあサイファ、世界は俺たちの時代とは大きく違ってしまったらしい。俺の祖国も守るべき人ももはや存在しない。俺も今では人ではなくなってしまった。それでもまだやれることがあると信じている。このまま後悔を残して消えたくはない。お前だってそうじゃないのか。私は償いたいだけなのです。全てが消え去ればその機会も永遠に巡ってこない。サイファよ、お前に世界を救済する力を与えよう。
ただいま戻りました、オーディン様。多くの魂を浄化できたようだな。世界救済へまた一歩近づいたと言えよう。世界のために力を尽くせること、大変に光栄です。ヴァルキリーよ、お前に新たな使命を授ける。救済にはスキーズ・ブラズニルという船が必要となる。そのために必要な司法を集めてもらう。承知いたしました。スキーズ・ブラズニルを動かすには司法の力が必要なのだ。真相グングニル、魔剣レーヴァンテイン、黄金の腕はドラウプニル、そして角笛ギャラルホルン。これらは深海に長く保管されていたのだが、先の戦いの折地上界に散逸してしまった。それらの司法を探し出し持ち帰ればよろしいのですね。うん、急ぎ地上へと降りて司法を回収せよ。司法には大きな力が秘められている。地上に赴けばお前にもその気配は感じ取れよう。仰せのままに。見たこともない司法を探し出せとは無茶な話だ。何か目印になるものはないのか。司法は大きな力を秘めたものだ。地上界であれば周囲に何らかの影響を及ぼすはず。異変が起きている、もしくは起きていた場所を探すということですね。魂の浄化を進めつつ行くぞ。謎解きはお任せを。拝見いたします。子供だましでしたね。神に逆らう愚か者たち。ここはお前に頼む。力不足は手数で補いましょう。切り抜け。
なりました。もう帰るがいい。好都合だ。断りに従わぬ者は好都合だな。面白い仕掛けですね。さあ、ここはお前に頼む。新さん希望、ご商談あれ。歪みし魂よ、今解き放たん。どういたしましたか？この気配は…また会えたな。貴様、主と同じヴァルキリーですか？ほう、
エインフェリアを増やしたのか。この地上界でよく見つけられたものだ。先日と違って随分好戦的だな。貴様はオーディン様の目的の障害となる。ここで討ち取らせてもらう。面白い。愚かなヴァルキリーよ、やれるものならやってみるがよい。さあ、ここはお前に頼む。氷漬けにいたしましょう。拷問する神の雷。腕を上げたようだな。堕落した親族の還元にでも釣られ道を誤ったのだろう。せめてもの情け、私が死を与えてやる。何がおかしい。オーディンに仕えている貴様が何を言う。還元に釣られているのは貴様の方ではないか。己の本分すら忘れたか。ヴァルキリーとはオーディン様に仕えるべき存在だ。自分の言葉の意味を理解しているのか。当然だ。わけのわからぬ妄言を吐いているのは貴様だろうに。そうか、お前は。なぜ剣を収める。これ以上戦っても時間の無駄だ。何？オーディンの犠牲者ならば酌量の余地もあろう。逃がしたか。何か知っている口ぶりでしたね。何も知っているものか。出任せだ。別の命令を受けて動いているヴァルキリーなどではないのでしょうか。だとしても私を敵視する理由がない。向こうは突然戦意を喪失したように見えた。あれは一体どういうことなんだ。わからない。あの者を追いますか。今からでも。いや、我らの目的は司法の捜索だ。奴に関わっていても時間の無駄。捜索を続けるぞ。オーディン様の犠牲者。
任務を果たした。
世界の崩壊が始まったのはいつか正確な日はご存知ですか？わからないな。生き残っている人間なら覚えているかもしれないが。しかし生存者に遭遇する機会もほとんどありません。やはり建造物や土地の崩壊具合から予測するしかなさそうですかね。なぜそんなことを気にしているんだ？完全なる滅亡がいつ頃訪れるか試算してみたいのです。はあ、よくわからんが試算してどうする？今後の指針を立てるのです。残された時間がわからなければ行動の割り振りが難しいでしょう。世界の救済に挑むならば最善を尽くす必要が。わかったわかった。お前はそういう性分なんだな。計算はからっきしだが、俺に協力できることがあれば言ってくれ。向かうなら回復するのだ。